当て身は弱で出すと、はいはい、まあ上段中段を取って、強で出すと下段。あ、そうなんですか。なのでまあ弱で出したので下段は取れないと。はいはいはい。いった感じ。ちなみに持続時間とかどうなんですか、当て身の。持続はまあそこそこあります。一瞬で切れるような技ではないですね。そんな生っちょろい技ではない。生っちょろい技じゃないです。なるほどなるほど。EX は結構すぐ切れます。モーション自体がまあ短いんですけど。はー、まあ見ていきましょう。先ほどのね、はい、1個前の試合から戦法を変えてきてますね。まあやはりシェンウはやはり苦しいと判断したか。はい。そういうよりは中堅に置くデュオロンが活躍しないからっていう戦法に置いてきてるのか。おそらく本物見せ勝利バランスがガードしている。これはちょっと判断が難しいが、しっかり金銅だ。今のはいい判断。なるほど、俺だったら逃げちゃった今の。まあそうだ、俺もそうかもしれない。しっかりしている。さあ順番外外が構成しているか。内が通って先を飲む。あ、今ハジさんが当たり。あの足を伸ばす技って必殺技ですか？必殺技扱いですですよね。あ、そっか、 EX があるのか。さあこれは、ああ弾があろうが突っ込んでくる。構わない。なるほどなるほど。うまい。さあリーチの差を生かしてジャックジャックからハットコンボ。これは1ゲージ払えば、おっと逃げて、逃げてる。確実に、確実に、確かに。チンを生かしていいことないですかね。ちなみに当てになんか 2C は取れないって書いてるけど、ただし 2C は取れないって。何の当てみの話じゃないかな。あ、そうなの。いや俺よくわかんないけど、やはり素人なんで。あ、俺も素人でしょ。ここは見ていきましょう。大将、EX 名称が刺さったように見えましたが、そこからのコンボを見せてしまい、ゲージは一気にゼロ本。これがですね、かなりのチャンスじゃないですか、ね、これは。なんですか、シェンウーがだいぶきつい組み合わせと言われております。あ、そうなんですか。はい、まあ、空対空の部がまず悪いらしいです。へえ。そこからのやはりリターン期待値、はい、やはりバイスの方がかなり上回ってる感がありますね。あんな感じで。そうですね、今のは発動コンボミスでしょうかね。2段目が出し切ってるので、迷ったのかもしれないですね。ああ、なるほど。ああ、危ない。今のは単純な追撃ミス。いやー、弱弱弱か。今ぶっ飛ばしカウンターしてましたよね、空中でしてましたね。まあ絶撃剣とかが、まあ、ベストだったと思うんですけど。なるほどなるほど。ああ、なるほどね。ジャンプ、シェーンのやっぱり強みもジャンプぶっ飛ばしだったり。そうですね、その強みが生かしづらいっていうのはありますね。あ、なるほど。ここはしっかりしっかり。うわ、うまい、うまい、うまいな。さあ、なんとか取り返して3-6。